みなさん、こんにちは。僕、エアスケです。今日は僕の家族を紹介しちゃおっかな。あずきと大福。もっちり美味しそうでしょ。違った。そっくり可愛いでしょ。2匹は兄弟だから、よく似てるでしょ。いつもくっついてて仲良し。こんな姿を見ると多頭飼いっていいなって思うよね。僕はね、先輩猫としてちょっと怒ってみたり、ちょっとご飯を盗み食いしちゃったり、お昼寝の邪魔をされてイラッとすることもあるけど、それでも追いかけっこしたりして、まあそれなりに仲良くしてるよ。お留守番の時には寂しくないんじゃないかなって勝手に父ちゃんたちは思ってるみたいだけど、僕の本心は秘密。でも僕たちがお散歩に行っちゃっても2匹は一緒ならお留守番は寂しくないね。あごひげのあずきとおかっぱ頭の大福。愛嬌のある顔でしょ。この顔を見るとお気に入りのベッドを取られてもなんだか憎めないんだよな。そんなあずき、大福、そして僕、にゃーすけ、これからもよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てね。よかったらあずきと大福の歌も見ていってね。ポチッとよろしくお願いします。